本当に1回だけやった中で全然サイズ感が変わったんですね。痩せないところが痩せるっていう。4ヶ月で6キロ足だけは大きくなって、それが今回劇的に変わりました。はい、山崎舞と申します。そうですね、もうそれは女心で尽きずにもうずっとやり続けてて、もうリバウンドを繰り返して、で全然痩せないということの繰り返しでした。最初美姿勢のこうなんていうんですかね、トライアルみたいのに参加させてもらって、で先生とやり取りした中で、本当に1回だけやった中で全然サイズ感が変わったんですね。なのでもうこれは絶対信用できると思って今回コースで申し込みしました。先生のトレーニングっていうか、この美姿勢のプログラムは痩せないところが痩せるっていう。私足がもうずっと足とお尻がコンプレックスで、何をやっても運動をやっても食べないっていう、ダイエットをやっても足だけは大きくならなくて、それは今回劇的に変わりました。もう楽しかったです。はい、でやっぱり先生にお会いして、でダイエットって結局自分との戦いみたいので、すごく辛くなっちゃって、で目標が曖昧のままやってるとやっぱり挫折をしてしまうんですけども、お会いするたびに褒めていただいて、でそれがまた次ので、行くたびに数字として変化も現れてるので、それがすごく楽しかったです。もう頑張った分はとにかく100倍ぐらいになって帰ってきます、はい、4ヶ月で6キロと、とにかく痩せなかった足回りも、これがそうです。僕が、セールで可愛いなと思って買って、無理やり切った時にやっぱりちょっとこの辺がすごい不格好な感じだったんですけど、それは心配もなく着れるようになりました。嬉しかったことは、とにかく周りの人からその変化っていうのをすごく褒めてもらえて、やっぱり女性として一番嬉しいのは、やっぱり綺麗になったねって言われるのが嬉しいと思います。それが一番嬉しかったです。今後は私結構一つのことに集中すると結構なんてストイックにやっちゃうタイプなんですけども、今後もこの、教えていただいたことをずっと継続して、この体型をキープしていけるように頑張っていきたいと思ってます。私このプログラム始めた最初のきっかけっていうのが、もうその当時付き合ってた人も食べてっていうのがあったんですけど、それがだんだんこういろんなことを七瀬先生とやり取りして、こう自分の変化がある、どんどん出てくると、人のためではなくて自分のためにこう向上していこうっていう気持ちがどんどん出てきて、最後は私すごく自分のことがこの体験も含めて嫌だったんですけども、すごく自分のことを好きになれましたね、最後。もう Y さんはとにかくお会いした時はもう自分のことがまず嫌いっていうのが先に先行してて、その時も別にとんでもなく太ってるとかそういう感じではなかったんですけど、やっぱ自分を好きになれないっていう、忘れられない一言は自分の体型が許せないっていう言ってたの でそこからダイエットに取り組んで、もう毎回毎回自分と向き合って、時には恋愛観とかそういうことまで話しながら、こうでもいつも最初の頃はこう人にやっぱり目線を合わせるというか、自分がなりたいよりも人にこう言われるとかそういうことをこうより見てしまってたんですけど、卒業するにつれて、旦那卒業に近づくにつれて、自分がなりたい姿とか自分はどうしたいのかっていうのを自分自身で自分の声を認められるような舞さんになってくださって、本
本当にどん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 サイズも変わっていきましたし、何よりこう華やかで女性らしくて自分のなりたい姿になってるっていうその自信を持ってる輝きがもう私の一番の宝物なので、はい、最高に自慢の生徒さん